これからは基金で儲けるんだという話がありましたけれども、結果はこの側。郡司明、平和を守ろう。郡司明、人への投資だ。郡司明、株価を維持をするために皆さん方の大きな財産であった国民年金基金 50% まで使うということを法律で決め、その結果が今回5兆円を超えて損失を生み出した。しかもこの後いかほどの損失になるかも今のところ予測ができないような、皆様方の大事な年金、これ以上安倍さんの手柄の道具にさせるわけにはいかないんです。年金守るぞ。ありがとうございます。年金守る。74兆円も預けている一方で、子供さんの6人に1人は貧困の家庭、そして皆さん若い人たちが就職氷河期と呼ばれる時代から4割近くが正社員になれられています。大学を卒業するまでに奨学金を借りた人たちが、もしも正社員になれずに世の中に出たら初めから借金を背負っている。今回の選挙は総選挙ではありませんから、政権選択ということには直ちにはつながりません。でもこの国の進路を安倍さんが言うような道のままでいいんですか、それともその声に対してそうではないという多くの声が現れる選挙になるのかどうか、私は大変大事な選挙になるだろうというふうに思っております。どうぞ皆さんよろしくお願いを申し上げます。